おはようございます。今日は開幕戦ということで、朝から今散歩をしてます。で、まあ、ちょっと体をほぐしてストレッチして、で1時からの試合に向けていい準備していきたいと思います。はい、頑張ります。試合に向かっていきたいと思います。今日はですね、JFL の開幕戦ということで、相手が、ホンダロックですね。僕自身、JFL で JFL というリーグで、プレーするのは初めてのことなんで、どういう雰囲気なのかとか、すごく楽しみな部分はあります。しっかりと、J3 昇格するためにも、いいスタートを切っていきたいと思うんで、まず開幕戦頑張っていきたいと思います。ホンダロックとの、開幕戦が終わりました。結果は、2対2の引き分けでした。僕自身はもう残り10分ぐらいの出場だったんですけど、試合の内容としては最初に、先制点を決められて、でもう、前半終了間際に、追いついて、でまた後半に、勝ち越されて、で最後本当にロスタイムもう終了間際ですねに、劇的にゴールを決めて、引き分けという形だったんですけど、今日のゲームは本当に、風が、すごくて、もうなかなかなんでしょう、パスをつなぐのも難しいようなあのピッチコンディションで、本当に難しい内容だったんですけど、本当にまだまだチームとして、クオリティを上げていかなきゃいけないなというふうに思わされた試合でした。本当になんか勝ち点1をもぎ取ったようなゲームで、この勝ち点1がリーグが終わる頃に何ですかね、重くなってくると思うんで、勝ち点1取れたということを、ポジティブに考えて来週の試合に向かっていきたいなというふうに思ってます。鈴鹿の皆さんにもっともっと面白いゲームを見せれるように僕たちも頑張っていきたいと思うんで、スタジアムに足を運んでほしいなというふうに思います。という感じで、今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。